ノーグッド TV 1周年おめでとうございます。あ、すいませんすいません、めっちゃ言わされてるやんか。あれこれ美味しいやん。リッチだよね。いや俺裏ではすげえこうちゃんって言ってるけど。なんで裏で。女の子が言われたらドキドキするんじゃない。これでもファンは嬉しいよね。地上波ではやりづらいっていうか。お前それでも地上波出てる人が言う言葉や。始まりました。ノーグッド TV。これまでサントリーさんと4回にわたってお送りしてきた大型コラボ企画第5弾。今回で最終回です。今回はザ・プレミアム・モルツです。お二人はもちろん知ってますよね。飲んだことあるでしょ、だってお前も。いや、でもね、大体これっすね。うん、あ、本当？店とかで頼むとき。プレミアムって書いてるからね、だってね。でもこの青のやつ飲んだことない。はい。で、何？そしてこのノーグッド TV、なんとチャンネル開設から1年が経つた。経過しました。今日ダメだね。早起きしてんけどな、うん、で1周年を記念して今日は素敵なゲストにお越しいただいております、はい、よろしくお願いします。ノーグッド TV 1周年おめでとうございます。あ、すいませんすいません、めっちゃ言わされてるやん。ゲストの柴崎幸さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。りょうちゃん初めてじゃない？あ、僕違う。 ね何度かありますよね。ありますよね。お会いしたことは。え、飲みでとか居合わせた、偶然居合わせた。そうが、そのパターンがめっちゃ多い。なるほど。ジンはだってあれでしょ、あの一緒にお仕事してるもんね。うん。あ、そう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 、してるし、めっちゃ仲いいよ。前はなんかね、お仕事の話とかちょくちょくこう意見交換とかしてたり、うん、してましたね。まだ形になってないよね、何も。お越しいただいた柴崎幸さんですが、この3月からザ・プレミアム・モルツのメッセンジャーとして活躍されています。メッセンジャーやって。これはメッセンジャー、メッセンジャー、メッセンジャーなの。何してるんですか、メッセンジャーって。どれだけこのプレモルが美味しいかってことを広めるわけですね。そんな柴崎さんとサントリーさんから1周年のご褒美として僕たち2人へザ・プレミアム・モルツが送られてきていると思います。プレモルはちょっといいビールだからこそ、記念日からちょっとしたご褒美時間まで相性がよく、華やかな金と爽やかな青の2種類があります。サントリーさんからご褒美いただきましたよ、ジェ。ありがとうございます。あと柴崎さんから2人からのプレゼントってことだよね。そうそうそう。ちょっとあの、せっかくなんで、あの、はい、1周年ですし、はい、お祝いさせていただきたいなと思って、はい、お二人の手元にもあります、あると思うんですけれども、まずこのザ・プレミアム・モルツ、はいはい、私も大好きなんですけど、はい、華やかな香りと深いコク、はい、心地よい後味が特徴のこちら、はい、ザ・プレミアム・モルツ、はいはいはい、そしてこのカオルエールなんですけど、はい、フルーティーな香りと豊かな味わいで爽やかな後味が特徴のザ・プレミアム・モルツカオルエールをご用意させていただきました。二人はどっちがお好きかな。飲みましょうか。めっちゃメッセンジャーモードやん。はいはい、こうちゃんも飲んでくれんのね。うん、もちろん。はい、あざす。じゃあ皆さん、はい、1周年おめでとう。ありがとうございます。乾杯。乾杯。あー、こんな時間に。はぁ、うまい。おいしい。あれ、これおいしいやん。そっち、昼ビールでしょ。あ、そう、12時半。ちなみに、どんな感じなのそれ。フルーティーで豊かな味わい、うん、爽やかだね。ね、美味しいっすけど、飲みやすい、うん、なんかビール苦手な人でもいけるぐらいかもしらん。デビューにはいいかもね、うん、どう？プレモルは普通の、普通のっていうか、これは鉄板ですよ、鉄板。ねえねえねえ、あのさ、うん、1周年ってこの動画を始めて1年経ったってこと？そうです、そうです。何本ぐらいあげたの今まで？おお。あ、そう、そんなにあげてんの？こうちゃんもやってるじゃん。うんうん。今何本ぐらい上がってる ?50 ぐらい。あ、でもそんな撮ってんだ、やっぱ。去年の4月から、レトロチャンネルっていう風にして、うんうん、自分のいつもの生活とか、うん、ライフスタイルとか、うん、あとあの配信ライブとかを後からアップしたりとかはしてて。そうだ、でも結構マイペースでやってた気がする。これ、YouTube ってさ、ちょっと緊張しない？緊張しないっていうか、なんか、うんうん、ちょっと違うじゃん。
あなたたちでも全然緊張してる風に見えないけど、いつも。でも僕だって多分一番最初会った時、多分6、7ぐらいの時です。覚えてたんだ。覚えてます？覚えてるよもちろん。あ、そうなんや。ただでもその頃とは全然なんかもう別人な感じっていうか、まだすごく幼さの残る。あ、僕がっすよね。そうです。きっと忘れてるだろうなと思ってた。いや全然覚えてますよ。そうか、では共通点はあったんだね。そう、へえ。ご褒美時間にぴったりなザ・プレミアム・モルズですが、皆さんは最近日常でちょっとしたご褒美時間はありましたか？それはどんな時でしたか？日常でちょっとしたご褒美、この前ちょっと初めてタヌキを見て嬉しかったわけ。一回聞こう、うん、タヌキ見たんや。どこで見たん？タヌキ。家で。家でタヌキ見たの？家で。どういうこと？タヌキを、タヌキがいたの。え、本物の？本物の。で、ちょっと嬉しかったんだけど、それが、まあまあ、ご褒美じゃないですけど。柴崎さんは？私、キツネ見た。りょうちゃんは？なんやろうな。なんで考えとかへんかったんやろな、俺な。今後はどうするの？1年経って、こういう2人が自ら発信するのがさ、うん、これいつまで続くんだろう。そう、もう何も考えてない感じ？その全然。でもそれがさ、その2人の正直な感じっていうか素の感じがさ、良かったわけでしょ。ジンク、もうすごい友達がいっぱいいるなって。なんかそういうのもさ、普段は分からないじゃない。普段 見えることのできないトークだったりするわけじゃん。そうね、地上波だと集まんない、うんうんうん、集まったりするのは YouTube のいいところかなって。そうだね、いわゆるその友達関係 で、ね、何かをするっていうのはちょっと地上波ではやりづらいっていうか。お前それでも地上波出てる人が言う言葉や。俺ら出てねえから。ということで、今日3人でお届けする企画は No Good TV 1周年記念名言アワードです。うわ、もう最悪や。今回番組をご覧の皆様から、うん、ノーグッド TV 内で使われた名言と魔用法の名言を募集しました。まずは名言を10個発表します。わあ、ちょっとこれ読んでいきたくないな、もう。なんかやだね。この10個のワードの中から得票数が多かったベスト3を見事当てたら2人にご褒美があります。ご褒美は1周年のお祝いとしてサントリーさんからザ・プレミアム・モルツ1年分をプレゼント。おお。ほんまに？ほんまにもらえんの？ほん？え、マジで？ちなみに間違えていいのは3回までです。やって。よし。じゃあ、ジン、ちょっと考えていこう。はい。柴崎さんは多分分からんこともいっぱいあると思うから、この字面だけ見てこれじゃないっていうのがもしあったら言ってもらって。うん。なんか柴崎…覚えてるかどうか。柴崎さんって遠くない？いや、俺、裏ではすげえこうちゃんって言ってるけど。なんで裏で？だから、この10個の中から、あのベスト3を選べばいいってこと。ああ、そういうこと、うん、やばい。だからさ、じゃあ俺らで覚えてるやつ言っていくか、どういう流れで言ったか。ああ、なるほどね。俺4番のね、うん、多分お前通して知り合ったら好きやねん、だからお前が好きやねんって言ったのは、あのしゅんくんとか中井くんとかおった時に酔っ払って俺が喋ってたんやと思う。それは覚えてる。うん、どういう意味？VTR とかいらんって。見たい見たい。いや、なんかでもすげえ好きだった。多分お前通して知り合ったら好きやねん、だからお前が好きやねん。告白やん。何この感じ。めっちゃ告白してた。これでもこういうの好きそうだな、ファンの人、うん、これ好きそうだよね、なんかね、入りそうだよね。
やっぱり1位かい。1位だよね。だってすごい素敵だもん。これ1位なんだこれ。いや、2人の仲良し具合が伝わるからさ、ファンにはたまらないんじゃない。あ、もうなんかこれ一番最初に1位当てちゃったからさ。いやもうしょうがないよ、この後加工を押していくしかないじゃんね。いやいや、そんなことない。1位当てれたことを喜ぼうぜ。本当に一番最初にな。オッケーオッケーオッケー。六本木行ったらフライデーって何ですか。大概俺六本木行ったらフライデーに取られてるかな。多分フライこのセリフ言ったんだと思うんだけど、うんうん、俺もあんま覚えてない。これなんでこのワードを言ったんだろう。六本木行ったらフライデー。お、秋葉原、銀座、渋谷。これ結構リアルに東京描かれてるの。渋谷行こうぜ。六本木行こうよ。またフライデーに取られっかな。あ、ジン、はい、渋谷行くよ。渋谷、六本木行ったらフライデー。え。すごいね、もう歌詞みたいな。雑誌に出なくなって、うん、フライデーが唯一その俺の生存が確認できる場所だったみたいな。なので僕は入ってると思います。入ってる？ 3 位に？ 3 位に入ってると思います、僕は。低い。 10位までもないんや。10位をこの10択に入れるわけ。あ、そうなんだ。もうちょっともうパンパンって俺2位当てに行っていい？うんうん。俺多分これ9のやつやと思う。一番最初の回やろこれ。でもこれ、うん、あと2回外したらもうサントリーのプレモルもらえないんだもんね。お前1回外してるやつがそんなお前背もたれつけやがって。お前さ、これってさ、 YouTube ってこれコメント欄とかあるよね。うん、あれ消せんのかな。また意地悪書かれるかもしれんやんけ、やめとけ。あれ消せん、あれ消せんのかな。いや、わからん。でも消したら消したら逃げてるみたいじゃない？逃げようよ。え、逃げようか。いや、これ入ってると思う、俺。ごめん。え、これ何なんだろう、でも。でも、やっぱ割とその、ファンの人たちが投票してるからさ、この、ファン心理というかさ、女の子目線で見た方がいいんじゃない？りょうちゃんのこの、いかんとってみたいな。女の子が言われたらドキドキするんじゃない？うん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 。私なんかこれ見てた気がするぞ。ほんと？あ、マジですか？見た気が、聞いたことある気がする。すげえ嬉しくない？それ、でも。ごめんね、しゅんくん、マジありがとう。本当にありがとう。いえ、こちらこそ。本当にありがとう、楽しかった。いえ、いかんとって。いかんとって。いや、すいません、すいません、ほんまに、ほんまにすいません。これでもなんか女の子が言うことじゃない？いかんとって。そうじゃないのがいいんだよ。そうじゃないのが多分なんか、りょうくんが言うからよかったんだよ。うんうん。いや、恥ずかしいな、なんか、うん。入ってると思う。ほらほらほら。あ、そうなんや。いや、これは入ってるでしょ。あと1回、だから3位当てたらもう1年分でしょ、はい、でもこれ本当にもらえるならマジでちょっと当てに行こうよ。だから頑張ってください。俺この、あれはファン舐めんなよ、ジンの。これなんで言ったんだっけな。俺、うん、肘のさ、傷あるやんか、心。うんうんうん。これを取ってんけど、これ見てどっちか完全にすぐ分かる人っておるんかな。いるって、ファン舐めんなよ。何やねそれ。これでもファンは嬉しいよね。ファン嬉しいかな。そうだよ、そうだよって。まあまあ、そうだよってなるよね。まあまあでも、うん、そうだからね。ファンだったらここにある傷まで知ってるでしょっていう、うん、入ってるかな。でも濃厚やと思うで俺。名言だよね。うん、名言、なるほどね。でも他になんかありそうなのないもんな、ね、あのさ、10も気になるんだけど。しっかり仕事して、しっかり遊んで、うん、しっかり失敗して。失敗、うんうんうん。ちょ、どういうシチュエーションで出たの。あ、そうね、これちょっとこれも見てみましょう。4年で40やで、俺ら。勘弁してくれよ。いや、40までちょっとしかないからさ、もうイケてる40になりたいよね。ちょっと抱負言ってよ、抱負。抱負？しっかり生きる。しっかり仕事して、しっかり遊んで、しっかり失敗して、しっかり反省して、うん、しっかり生きていく。なるほどね。入ってないな。いい言葉だったよ。これはもう、ファン目線から見て、
やっぱ言ってないと思います。うん、ファンなめんなよでいいじゃん。うん、それにしよう。ファンなめんなよにしよう。まあ、なるほどね。ってことはもう成功ってことやろ。成功だー。これ本当にもらえるの？本当に365本もらえるの？プレミアムモッツ。おめでとうございまーす。ありがとうございます。そうや、1周年もそうやし、お祝いとしてはもう、ありがとう、もうありがたくいただこう、ジンこれは。で、しっかり飲んで。うん、そうですね。おいしいよね。リッチだよね、味が。最高だよね。こっちももちろんおいしいけど、俺どっちが好きって言われたら、マジで正直に言ったらこっちかも。爽やか系が好きなんだね。はい、こっちの方が好きですね。色も合ってますね。あまあのね、私の動画も4月でちょうど1年なんで、え、ぜひあの出てください。本当にもうちょっとそういう話したかったな。一緒になんか作る遠隔でさ、リモート陶芸とかどう？リモート陶芸、うん、そしたらさ、だってそれぞれの個性が出るじゃん。リモート陶芸、うん、いいよ。それ考えようよ、なんかじゃあ。うん、考えよう。うん、あ、じゃあ実現させるためにってことね。実現するってこと、うん、そうそうそう。あ、オッケーオッケー。うん、じゃあそこもしっかりしていただいて。はい。あ、でも本当にあれですね、こうちゃんとサントリー、ご褒美ありがとうございました。ありがとうございます。いただきます、マジで。しかも、俺らと一緒にこう1年間の軌跡をただ見てくれたっていう。そうね、ありがとうございますやな、ほんで。でちゃんとあの打ち合わせしてもらって、今度はこちらから差し入れを持って、はーい、その時はちょっとお邪魔させてください。ぜひ待ってます。